テルル化水銀とは、化学式ハグットで表される水銀とテルルの二元、化合物であり、ツーシックス属半導体に関連した半金属である。テルル化水銀は、コロラドコとして、自然に産出する。テルルと水銀の結合は弱く、その生成熱は、およそマイナス32キロジュールマイモルである。これは、水銀の同族元素であるカドミウムと、 テルルとの化合物であるテルルカカドミウムの生成熱と比較して1、3にも満たない。テルルカ水銀は、例えば中化水素酸のような酸によって容易に腐食される。テルルカ水銀は立方症系の結晶構造を取り、その構子定数はおよそ0.646ナノメートルである。体積弾性係数は 42.1GPA。 熱膨張率はおよそ5.20から 6K ワン。静的比喩電率は20.8。動的比喩電率は15.1である。熱伝導率は 2.7WM2 マイメートル K。前述の結合の弱さに起因して高度は 2.7107kg 平方メートルと低い。テルル化水銀に亜鉛や銅、銀、金などを不純物としてドープすることで、 p 型半導体が形成される。また、ホウ素やアルミニウム、ガリウム、インジウムなどの第13属元素や要素及び鉄などをドープすれば N 型半導体となる。テルルカ水銀自体は電動体と値電子体が重なり合った半金属であり、水銀のエネルギーバンド上に生じる成功がキャリアーとして働き、p 型半導体のように振る舞う。 テルル化水銀のバルク結晶は、高水銀蒸気圧下で溶融した水銀及び、テルルから結晶成長させることで得られる。また、スパッタリングや有機金属基礎成長法によって、エピタキシャル成長をさせることができる。2007年、テルル化水銀の量子は独特の新しい物質状態であるトポロジカル絶縁体の特性をよく示すことが、理論的及び実験的に明らかとされた。 このような物質はバルク状態では絶縁体であるが、資料末端金棒の限られた位置においては、その電子の状態ために電流を流すことができる。量子ホール効果とは異なり、この独特の状態を作り出すために磁場を必要としない。さらに、逆位置の資料末端金棒では逆のスピンが投影される。ありがとうございます。